今回使う色なんですけど、じゃん、こんな色ですね。うわー、こんな色です。じゃあ早速やっていきましょう。はい、毎回言っておりますがお久しぶりでございます。 HS ガレージの岡ちゃんです。はい、今回はですね、まあもう見ての通り塗装ですね、こちらの作業も映っております。まあ素人がやってますんで、温かい目でやってください。はい、今ちょっと一度塗りが終わりました。で、ちょっと LED いっぱいつけてたらちょっと分かりづらかったんで、一灯だけにしております。まだちょっとシンナーの匂いが乾いてないんで咳込んでるっすけど、まあこんな感じで、これは何色っていうのかな、ちょっと青、水色みたいな感じかな。まあ中はちょっと見にくいんですけど、一応もう全部ね拭き終わっております。でこのままこうずっと、暗いところに来たらね、こうちょっと青みがかって見えるのかな。うん。で、まあ後ろも一応ね、ぐるーっと一周は塗り終わっております。ちょっとこの角度で見るとシルバーっぽい色なんですよね。はい、昔のあのクラウンとか、はい、そんなんをちょっと意識した色にしてみました。ね、旧車っぽい色で、まあこの色のトラックってあんまりみんな乗ってないのかな、まあ勝手なイメージですけど。まあ乗ってないかなっていう色。うん、赤とか黒とか白とかね、青とかね、まあ、他にもいろんな色あるんですけど、まあちょっと人とは違うような色にしてみました。はい、で今これちょっとツヤがある状態なんですけど、この後、ツヤ消しのクリアですね、前にベアメタルの時に買ってたやつが残ってるんで、これで一回、まあちょっとね、まだ垂れてるとこあるんで、こういう風に垂れてるところがあるので、まあちょっと磨いてもう一回ぐらい色のっけてんで、艶消しのクリア拭いてみてどういう光沢が出るか、はい、楽しみですね。はい、でこっちがパネルですね。はい、ちょっと暗いですけどパネルも、これ灰皿とかね、ガソリンタンクの蓋とかね、一応塗ってあるんで、はい、まあこれもクリア拭いてみてどうなるか、ちょっと楽しみに、はい、しております。
し終わってご飯食べて、でまあお風呂入ってさあ寝ようと思ったんですけど、ちょっと気になるし剥がしてみていいですかね。我慢できになっちゃったんで剥がします。今ちょっと荷物積んでるからね、汚いですけど、もうまあこんな感じでね、青と黒のツートンで、まあここもちょっと汚いですけど、中は青なんですよ。青でこの下だけ黒、ここもちょっとだいぶ色ついちゃってるっすけど、あ、これ剥がした。よいしょよいしょ、はい、出てきました。綺麗、あ、いい感じ。よっしゃ、これもね、うん、いい感じやね。まあ、クリアの層は薄いっすけど、まあまあいいでしょう。よっしゃ、いや、組んでいこうか、また明日。よつながるのか、やばい、これは怖っ。配線つながらなかったな。
ー。